県庁アナウンサーの小林かなです。かなちゃん TV 木曜日は教えてこらいわさんです。知事よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。本日は新型コロナウイルス感染症陽性者にかかる新たな宿泊療養施設についてです。県では全国に先駆けて整備した医療提供体制神奈川モデルに基づいて無症状・軽症の患者向けの宿泊療養施設を整備してきました。知事、この度新しい宿泊療養施設開設されたんですよね。そうですね、先日国が発表しましたけどね、この軽症者無症状者の方は、病院ではなくてね、宿泊施設でということを方針出しましたけど、はい、そうすることによってね、この病院を重点的に、コロナ対応ができるようにするといったことなんですけども、実はこれはもともとですね、神奈川モデルで一番最初から言ってきたことではあるんですよね。最近感染状況は少し落ち着いてきましたけどね、やはりコロナとの戦いはね、長期戦になってまいりますね、はい、そのためにですね、ちょっとホテルも用意いたしました、はい。県ではですね、これまで上あるところですね、4箇所このホテル確保していたんですね。大体750室ぐらいですね。それを新たにですね、9月14日から使えるようにいたしました。この3つのホテル加えてですね、大体1600室ぐらい用意をいたしました。一気にですね、この体制を強化したといったことですね。一気に2倍以上に増えたということで、かなり安心感が高まったという気がしますが、こちら宿泊療養施設ってどのように決まっているんですか？そうですね、これどこでもいいってわけじゃないんですよね、うん。これ中でですね、ちょっと見ていただきましょうかね、はい。これ前に契約していたアパホテル、これ2300室、非常に大きなホテルだったんですけどね、このバッテンつけてありますね、はい。これのゾーニングっていうんですね、ここのエリアはその感染者の方が動くところで、こちらはですね、そのスタッフが動くところで、このゾーニングをきっちりやるってことはとっても大事で、それがちゃんとできるような施設であるかどうかといったこと、これ大きなポイントですよね。それとともにですね、このある程度やっぱ一定の規模がなきゃダメですね。そういったところでですね、選んだところで事前にその感染症の専門チームが行って、こういったそのゾーニングってことをきちっとやるといったことなんですね。はい、この施設内での感染対策というのは実際どのようになっているんですか？そうですね、これゾーニングしっかりやるということ、これとっても大事ですけども、はい、その間やっぱりスタッフはですね、行ったり来たりするわけですね、うん。ここが一番問題なんですよね、はい。この行くときにですね、この感染エリアに入っていくときにやっぱり防護服を完全に着るといったことですね、うん。そしてそれをまたこっち出てくるときにちゃんと脱ぐという、そしてその消毒をきちっとやるといったこと、これもとっても大事だし、はい。それからゴミの扱いですね、うん。これ療養者の皆さん当然ゴミが出ますね、はい。このゴミの扱い非常に慎重にやってるわけですね。でこれ二重のゴミ袋に入れてですね、感染力がなくなるまでこの施設内で保管した後にですね、専門の業者が処分するといったこと、これ徹底的やってますから、ウイルスがこの建物の外に出ていくってことは絶対ないといったことなんですね。かなり徹底されて対策がなされているということですよね。療養される方についてはどうですか？そうですね、この移動ですね、民間救急車、これ県が手配していますね、はい。それとか専用車で搬送しますね、一切その公共交通機関といったことでは移動しないようにしていただいています。そして施設に1回入られますとね、はい、これ24時間監視カメラありますし、それから24時間警備員がいてですね、もう自由にちょこちょこちょこ外で出ていくってことはもう絶対ないといったことなんですね。そのホテルに入られた方はね、ちょっとご不便をおかけしますけどね、大体7日間前後そこにいていただくといったことになりますね。それともにですね、ちょっと見ていただきましょうかね、はい。このコミュニケーションツールとして、これロボット織姫なんですけどね、はい。これをこの使ってるんですね。そうすると療養者の皆さんがこの織姫の前に来てですね、いろいろとこう話をすると、スタッフはこちらからお話をいろいろするんですね。そうするとこの織姫の目というのはカメラになってますから、感染者の方が今どんな表情で話をされてるのかというところもチェックができるといったこと、それもありますし、療養者の方にはですね、LINE を使ったですね、療養サポートといったものも導入していますから、いろんなご相談事があったらその LINE を使ってもできると、こういう体制を取っているわけですね。いろいろご不安も、ね、あるかと思いますけれども、さまざまな配慮がされているようですね。しかしやはり一番感染しないこと大切ですので、県民の皆さんにはマスクの着用ですとかアルコール消毒、人との距離を取ることなど、個人でもできる感染症対策を徹底していただきたいなと思います。知事ありがとうございました。はい、ありがとうございました。